エドアール・アルフォンス・ジェームス・ド・ロチルド男爵は、フランスの銀行家、馬主、貴族。パリ・ロチルド家着流の第三代当主。1906年から30年間、フランス銀行の理事を務めた。アルフォンス・ド・ロチルド男爵の長男として、フランス・パリに誕生。パリ・ロチルド家の祖であるジェームス・ド・ロチルドの着孫にあたる。乗馬に引いてており、1九百年のパリオリンピックの ポロ競技に出場し、彼の所属チームは銅メダルを獲得している。1905年に父、アルフォンスの死去で、ロチルド家の第三代投手となった。彼は、ロスチャイルドや第五世代によく見られる財産を食いつぶす遊び人タイプであり、事業より趣味に走りがちだったという。20世紀に入ってから第二次世界大戦まで、 ロチルドケは衰退の一途をたどったが、エドゥアールの凡庸さがその一因であったと考えられる。第一次世界大戦後のフラン安定化論争では、戦前の金レーを復活させることを求める、紙幣価値回復説の主要論者だったが、ロチルドケの政界への影響力もこの頃にはすっかり衰えており、レーモンポアンカリ首相は、エドゥアールの進言を却下して1928年に、 閉下切り下げを断行している1937年にロチルド家所有の北部鉄道が国有化され、エドゥアールには保証金とフランス国鉄の株27万株が与えられた。はじめのうちエドゥアールは略奪されたと文句を言っていたが、同鉄道は第一次世界大戦後のフランス経済の体調の中で赤字が続いており、1928年には 赤字総額が16億フランにも達していたため、ロチルド家にとっては、重荷から解放されたという面もあった。国鉄の大株主となったエドゥアールは国鉄を持ち株会社とするようになった。第二次世界大戦中に、ドイツ軍がフランスに侵攻してくると、妻と共にフランスを脱出し、アメリカ・ニューヨークで暮らす娘ジャクリーンのもとに身を寄せた。 アメリカでは半ばイント遁した生活を送ったが、アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルト夫妻とは親密な付き合いを続けた。エドゥアールは自分を受け入れてくれたアメリカ合衆国に感謝していたものの、アメリカで暮らし続けるのは嫌がっており、なるべく早期にフランスに帰国したがっていた。息子ギーによると、エドゥアールは物を倒した時に妻に、ご覧よ、ジェルメーヌ。 フランスだったらこれは倒れなかっただろうにと呟いたという。フランスが解放されると帰国したが、息子ギーによるとその頃にはかなり猛録していたという。1945年11月にはギーに、ロチルド銀行の持ち分の大半を譲っている。1949年6月末に81歳で死去し、ギーが正式にロチルド家の党首となった。 1900年頃のエドワールド・ロチルド基本的には保守的な人物であり、第二次大戦前までは一貫して労働者運動や社会主義運動に否定的だった。しかし1941年に独ソが改戦したと知ると、ソ連の民主的自由を褒めたたえた。反ユダヤ主義への怒りは強く、そのことで何度か決闘を申し込んでいる。競馬に熱心でマルセル・ブサック。 レオン・ボルテラと共に第一次世界大戦後のフランス系和解を牽引した。アルカンタラ、ラフアリナ、バブルズ、ブラントームなどの名馬を所有した。彼の持ち馬が外旋門賞で2度優勝している。カード遊びが好きでサンジェルマン王通りのヌボーセルクルでブリッジをやるのが日課だったという。またゴルフを愛し、ロチルド家所有のフェリエール宮殿には専用のゴルフ場があった。 1905年にフランスユダヤ人のジェルメエヌアリスアルファンと結婚し、彼女との間に以下の4項を設けた。ありがとうございます。